日本滋賀県を津市、坂本坂本は、滋賀県を津市の町名、地区名、延暦寺及び、日吉大社の門前町として、古くから栄えた。現行行政町名では、坂本一丁目から坂本八丁目が置かれているほか、抗義の坂本には、町名変更前のところ属であった、坂本本町や隣接する下半本なども含まれる。坂本は、 大津市北部にある地域である。日吉大社参道の両側には、比叡さ山の隠居した僧侶が住む里坊が並び、あの州積みと呼ばれる石垣が街路を形成している。戦国時代には、三好長径に敗れた室町幕府十二代将軍、足利義春、十三代将軍、足利義輝と、細川春元らが都落ちしてこの地に逃れ、安土桃山時代には、 明智光秀により坂本城が築城されたが、本能寺の変や続く山崎の戦い後に、明智秀光が城に火を放った。また、坂本では、銅線の鋳造が行われ、江戸時代初期には軽線と呼ばれる流通線の鋳造が行われて、オランダの商人からは、坂本という通称で呼ばれて、日本から中国や東南アジアに輸出された。 そこに目をつけた江戸幕府も坂本に銭座を設けて京線に変わる官営通報を発行している。坂本の町並みは地域的特色を顕著に示しているものとして、種別、里坊群、門前町で重要伝統的建造物群、保存地区として選定されているほか、2004年6月15日、歴史的風土保存区域に指定された。現在の町名としての坂本は、 西に隣接し、旧滋賀郡坂本村大技、坂本を引き継いだ、大津市坂本本町より1988年、住居表示施行によって分立したものである。現行行政長名としての、坂本はじめマイナス8丁目の遠隔である。坂本地域としての歴史については、坂本本町、坂本村も、参照のこと。2019年4月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。